はーい、皆さんおはようございます。インデアのミラクルボーイキングタケです。今日は湯田川温泉にやってまいりました。今日は温泉は入りませんが、このイベントがあるんです。湯田川の向こうにはその病院が見えます。リハビリテーション、こちら公園がありますね。公園、湯田川公園。イベントはもうすぐ始まりますが、散歩してみます。久しぶりということでキングタク散歩。ここの公園もいいですね。はい、もうここからは湯田川温泉がお見えます。はい、キングタク散歩、湯田川温泉ここから通りますね。イベントもうすぐ始まりますが、はい、そろりそろり歩くとまさに絶景くぬ。ここは足湯ですが、残念ながら閉鎖中。お食事たらふく、たらふく食べたらいいね、ダジャレ。もうすぐイベント会場ですがね、ここは湯田川温泉は妄想の里でございます。はい、間もなく到着まで続きはありますが、居酒屋夜の街も賑やかです。賑やか。まあ、BC 会場の駐車場もここもここも商店街も賑やかでございます。はい、もうすぐイベントにもう着きますが、入浴券大人一人200円です。いいですね、ここも賑やか賑やか。マスヤ旅館、はい、あとさらに温泉街、司屋とかいろいろ人気ですね。これは今日はキングタク散歩プラスゴーツージーモートスペシャル。ここ湯田川温泉というのは藤沢周平の仕上がりの湯。ここは足湯入れますね。湯殿の庵、さらに浅草、お、見えました見えました、イベントが見えました。はい、見えました見えました。ここがピッツァとかいろんなイベントです。ここですここです。おはようございます。フードエリア、今日はピザも人気。ピザや、焼き芋、ココイチ、さらにクレープ、サンドなどいろいろ厚切りたいです。はい、大好物。この先にもエリアがあるそうです。はい、この先は、ここですここです、鯉の池でございます。ここで見えますかな、鯉さん見えますね。はい、ここのイベント初めて来ますね。では楽しみます。というわけでまだイベントの時間あるので足湯に入ってます。癒される足湯は、はい、まあ一人なので白鷺の湯という温泉で、ただ飲食はダメです。まあ気持ちいいですね。まさに絶景かな、絶景かな。気持ちいいです。では楽しみで行きます。アートエリアでございます。あ、アートですよね。何の？シャボン玉？よかったらやってってください。まあ時間あれば、はい。
楽しみですね。ゼロ円の商品でございます。お邪魔します。さて、ハース板川、ここは総合商品、まあ休憩できる場所でございます。ここは、商店いいですね。何でも揃い踏み。はい、ここまでですね。はい、すごいね。はい、というわけでいかがでしょうか。シーマ万博、今日は楽しみました。フルーツサンドも他もやっておぎマーティンでございます。はい、すいませんね、カメラ撮影。というわけで以上です。バイバイ。